ほら9600、さっき2000だったでしょ。この2回のスキル打つだけでもうほぼ4倍、めちゃくちゃ強くないですか。でもね、僕も喋ってて思ったんですよね、火力キャラの方が強そうに感じる。どうも、さとみです。今回は崩壊スターレイル最強キャラの一角ブロニャ紹介していきたいと思います。まあ、どんなキャラなのか、戦い方だったり異物だったりね、いろんなこと話していくので、多分この動画見終わった後には絶対にみんなブローに当てたくてガチャ回してます。当たるかは分かりません。でこの子はね、何がいいかっていうと、まず顔がいいよね。服もいいし、これなんだこれ、てか今やばい、1ミリも気にしたことなかったけど、バカほどブーツ長いじゃん。なんか気にしてみたら、そのブーツマジで動きにくくないか、膝曲がるそれ。ないわ。でどんなキャラかっていうと、火力サポート回復っていう括りで言えばサポート。とはいえこの子はただのサポートじゃないです。もう火力でもあり、回復でもあり、サポートでもあるんです。もう何でもできます。何言ってんだお前って思った人いると思うんですよ。本当にその通りだと思います。さあ、というわけでね、冗談のようで本当の話なんですけども、まずねちょっとキャラクターの説明から、していきたいと思います。じゃあこのブローニャっていうキャラクター、一番の特徴は、この戦闘スキル、ここが最強すぎる。火力でもあり、サポートでもあり、ヒーラーでもあるっていうのはこのスキルがあるから言えることで、作戦再展開、まあ5行にわたっていろいろ書いてあるんですけど、これ何かというと、スキルを使った仲間一人がこのスキル後にすぐに動けるようになって、でその指定したキャラクターの攻撃力が 39% 上がりますと。で一旦それ継続するよと。でなおかつ味方の状態異常、マイナスの状態異常を一つついでに解除もできるよと。もう素晴らしい。自分がこのスキルを使えば自分の後ろにそのキャラクターが動けるから、やばい、回復しないと死ぬっていう時もブローニャで回復できるキャラクターを自分の後ろにすぐ動かすようにしたり、あと敵のターン止めたいなっていう時で、敵のターン遅らせられる能力を持ってるキャラクターを持ってきたり、シンプルに弱点持ってきてぶん殴ったりね。だからカードゲームで言うと、必要なカードを常に手札に加えられる状態、めちゃめちゃ強くないですか。そしてめちゃめちゃ説明うまくないですか。ズルなんですよ、だからもうこの子は。何をとち狂ったか知らないけど、そのキャラクターのヨダメージまで今 39% 上がるけど、どうしたこれ、どうしちゃったんだこれ。本当に状態異常も1個解除するしね。でこの 39% っていうのは、このサポートのレベルが上がればここの数字も上がるんで、もっと火力出ます。どうですか、火力でもありサポートでもありヒーラーでもあるっていう意味分かったでしょ。でもね、一つだけ言わせてください、ブローニャ一人じゃ何もできません。なんでこの子だけ持っててもちょっと使えないっていうところが最大の欠点、一番でかいここが。今で言うとね、アタッカーだとこのゼーレっていう子がダントツで強くて、ブローニャともすごい相性がいいんだけど、この子も星頃ね、なかなか出ないと思うから、そういう時はね、全然星4の、火力枠の子でも全然強いと思う。星4でもね、優秀なキャラたくさんいるんで、星4のおすすめのキャラクターはまた次の動画か、その次の動画にでも出すんで、楽しみにしててください。そしてブローニャ通常攻撃、こちらです。はい、指定した敵単体にブローニャの攻撃力 60% 分の風属性ダメージを与える。カスです。火力ではないから、しょうがないんだけど、通常攻撃カスです。でもこの天部で通常攻撃の後に行動順が 18% 早まるよっていう、能力も一応ついてると。でこれがめちゃめちゃ強い必殺技、これもやばい、ベロブル言いにくいな、ベロブルグ行進曲。まあこれは産業ですごい、もう僕がなんかこういうことだよって言うまでもなくまとまってるんで、まあよしとしましょう。手抜いてないっすよ。でもめっちゃ強いんだよね。味方全員の攻撃力 37% 上がるし、味方全員の会心ダメージがブローニャの会心ダメージの 12.8% プラス 13.6% アップする。すごい、なんかインテリ系になった気分。まあとにかく何が言いたいかっていうと、バカみたいに火力が出ます。しかも2ターン続くっていうのもすごいよねこれ。はい、というわけでね、あんまり喋っててもピンとこないと思うんで、今から実際の戦闘で解説していきたいと思います。とはいえね、サポートなんで、どっちかっていうとそのサポートされた側が目立つというか強く映っちゃうんだけど、なるだけブローニャやばいってなるように喋りながらやっていきたいと思います。というわけでまず普通に殴ります。このダメージ覚えててください。はい、火力枠が殴って1102ダメージ。うん、なんかちょっと薬使ってドーピングしてこればよかったな、ちょっと見た目的な、見栄え的な意味で。
で、ブローニャちゃんで今ね、これもスキルを使って一番下にいたこのゼーレちゃん火力枠を上に引き伸ばして、はい次動ける。でこのスキルを使った後に、ブローニャのねスキルを使った後に動けるキャラクターは火力が上がってるんですよ。なんで同じスキルを打つだけでもこうやってねダメージが上がってるっていう。で何がいいかっていうと、このスキルで火力枠のこうすごい動かしまくれると、この必殺技の回転率がすごい上がるんですよ。火力枠の1試合に何回打てんのみたいな。しかもこのゼーレと相性良くて、ゼーレ敵を破壊するたびに追加ターンを得られるっていう能力があるから、本当に永遠に動けて、こうやってほら見て2043ダメージ。必殺技が2000台だったから、通常攻撃が必殺技分ぐらい出ちゃうようになってんのよ。もうブローニャのスキルだったり、まあ、火力枠のキャラクターがね自分にかけてるスキルとかも噛み合うと、もうとんでもない火力になりますと。で、まあ、この敵は氷が弱点なんだけど、こうやって弱点のキャラクターをスキルで持ってきて、こうやって挟んで凍結させたりね、敵のターンずらしたり、ブローニャがいたら本当に好きなカードを手札に持ってこれるみたいなニュアンス、めちゃくちゃ強い。こうやってバリア欲しいなとか、なんか回復したいなっていう時に、ブローニャのスキルでねそのキャラクターを動かしまくって、あと1回殴ったりすれば必殺技打てるんだけどなっていう時に、その1回が補えるっていう、めちゃくちゃ強いんですよ本当。で必殺技使います。はい、これでパーティー全員の攻撃力と会心ダメージ上げる。でさらにサポートで火力強化で、その後に必殺技打ちます。もうちょっと漏れたんだけど、このダメージがほら9600、さっき2000だったでしょ。この2回のスキル打つだけでもうほぼ4倍、めちゃくちゃ強くないですか。でもね、僕も喋ってて思ったんですよね、火力キャラの方が強そうに感じる。まあでもあのダメージのね比較とか見てね、その差を生み出してるのはブローニャですから、この子本当に強いんですよ。で今ちょっと回復するシーンなかったんだけど、回復したい時とかにもね無理やり回復キャラ動かせるんで、バカほど強いです。はい、というわけで次、おすすめの異物について紹介していきたいと思います。もう本当にシンプルにこれでいいんじゃないかと。草の方ガンマ、まあ、2セットで攻撃力がプラス 12% されて、4セットつけると装備キャラの速度が 6% 上がって、通常攻撃の余ダメージが 10% 上がると。まあやっぱりあの速度めっちゃ大事で、早く動ければ動けるだけスキルを使って他のキャラをね上に持ってきやすくなるから、めちゃめちゃ速度盛りたい。で速度を持ってこのもう一個の老いぬもののセット効果で、装備キャラの HP 12% アップ、そして装備キャラの速度が120以上の場合、味方全体の攻撃力 8%、 マジで強い。もう全てが噛み合ってる。早く動けて味方を自分の後に即行動するスキルを打ち、早く動ければ動けるだけ得なのに味方全体の攻撃力まで上げてしまう。もうこれでいい、ブローニャはこれでいい。もうこれをつけてたら間違いないです。で武器が、申し訳ないけどこれもうこれ強すぎ、ブローニャと噛み合いすぎてる。だが戦争は終わらない。まあこれをつけると、ブローニャのスキルを使うと、まあ、火力上がるよっていう話したんだけど、もうこの効果でさらに 35% プラスされるんだよね。なんなんだこれ、もうブローニャのための武器じゃん。まあそれブローニャの武器なんだけど、それねモチーフになってるからさ、それはそうなんだけど、もうこれが優秀すぎて、もうこれもう代わりなんてない。もうこれかこれ以外かみたいなところになっちゃってて、もう解説者としてこんなこと本当に言いたくないんですけども、これです。あの文句は運営さんに言ってくださいね。まあ、とはいえね、今後もうちょっとハマる武器出るのかな、出ないのかな、ちょ何とも言えないけど、ハマりすぎてるんだよな、これが本当に強すぎる。まとまあそんな感じでね、ちょっと矢継ぎ早ではありましたけど、最強キャラの一角ブローニャの紹介でした。めちゃめちゃ強いでしょ、欲しいでしょ。あのキャラクター一体選べるガチャでさ、何選ぼうか迷ってる人たくさんいると思うんですよ。パーティーというか持ってるキャラクターたちにもよると思うんですけど、本当におすすめです。アタッカーがいるのであればぜひ使ってみてください。まあ、星4キャラクターでもね強いキャラたくさんいて、まあ、何が強いのっていうのをコメントですごいもらうんで、後日星4キャラ、もう本当にお勧めするキャラクターしか言いません。もういいように言おうと思ったらね、もうたくさんいいように言えるんで、本当に必要なキャラだけまとめて動画出すんで、その動画も楽しみにしててください。というわけで今回もどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。あのね、本当にずっと思ってたことを一言言わせてくれ。デメリットもう一個あって、ガチで名前言いづらい。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。
通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。